まあ、主人公のヒロキとは、正反対な、正反対というか、なんかこう持ってるものは同じなんですけども、なんていうんですかね、まあ、ヒロキがニューならタクヤはこうかなみたいな、そういう、だからプラスとマイナス的な役ですね。だからまあそれ2つが合わさると1つになる的なバランスが取れてるような、まあ、イメージとしてはそういうイメージで、僕は受け取ってたんですけど、もともとアニメーションのアフレコの仕事っていうのに本当にずっと前から興味があって、いつかやりたいなとずっと思ってたんですけど、アニメーションの声ってなかなかやっぱり、まあ、もちろんその道のプロの人もたくさんいるんで機会がなかったんですけど、いやー嬉しかったですよ、やっと来たって感じでしたからね、本当に、はい、すごく繊細な人なんだろうなっていうイメージが作品からはすごい伝わってきたんで、まあ、僕らができることはやっぱり声の表現とか声から出すその人物の匂いとか雰囲気とかそういうことしかできないので、動けないし、表情では伝えることもできないし、普段やってることのとは実は全然似てて全く異なる作業だったりするんで、まあ、この監督の世界その中にパッとちゃんと染まれたらなというふうには思ってましたけど、僕は初めて見るようなイメージ作品だったんですよ。僕のアニメっていうイメージがですねすごく単純なんで子供の頃はロボットが出てきたし、大人になってはもののけが出てきたし、なんかそういうすごい単純だったんで、初めて知った世界だったんで、それはそれですごく興味が湧いて、いや楽しかったですね。なんか絶対絵を描く仕事をしてる人とかって絶対になんか想像のイメージと違う人が多いですけど、監督はそんなに結構違わなかったなって今思うんですよね。例えば今回のだったらヒロキにも見えるし拓哉にも見えるしみたいな、そういう感じがしましたね。僕も吉岡君も初めてに近い状態だったので緊張感もあったし、プロのね声優さんも何人かいらっしゃったじゃないですか。でその監督が僕らに要求するものとそのプロのきっと声優さんに要求するものが多少違ったような気もして、僕ら聞いてるとすっごい上手なのになんか違うんだなとか、そういうことはたくさんあってビビりますよね。なんか本当に一回声出して、ちょっと待ってくださいって言って監督とその演出の二人で相談されてると不安になったりとか、今のとかそういう面でいろいろビビりましたけど楽しかったですよ。時間経過を経て特に拓哉の方が大人になっていってるんですよね、ヒロキの方よりも。そのギャップをなんか吉岡君とかすげえうまく出してて、俺なんかこれ成長してんのかなという反省は実は終わって言うのもなんなんですけど、すごいちょっと しちゃいましたね。なんかね、あもっとはっきり出した方が良かったんだろうかとか、その時はねやってるつもりなんですけどね、それがやっぱり声の仕事の難しさというか、一言一言全部楽しかったし、あいつが三谷裕二さんだったんで、三谷さんがこう伝えてくれるイメージとか
お手本やってくれたりすることが僕らが憧れの声優さんなんで、そのなんていうんですかねそれはすごい楽しかったですねなんかで吉岡君とも映像の仕事はすごく昔に一緒にやって、再会するのがアニメのアフレコっていうのもまた不思議な縁だなと思ったし、まあ全てにおいて楽しかったし、まあ、全てにおいて苦労したっていうことですね、きっと。まあありきたりですけど全部好きだし、拓也かっこいいんですよ、すごい。だからでかっこいいと俺の声までかっこよく聞こえてきて、これ俺が演じ実際に萩原が演じてたらこんなかっこよくないよなとか思って、声だけでよかったとかすっごい本当思いましたよ見て本当に思いましたよ見て、かっこいいなと思って。だから好きですよみんなセリフ、なんかこの決め台詞はかっこいいみたいなのは結構当たり前じゃないですか。なんかそうじゃないところもいっぱい好きなとこありますね、この作品の3人、まあその偶然が重なったりすることもあるけど、そういう強い気持ちでこう思えるような場所がをあるといいなと思っているうちに30を過ぎてしまったっていうことですかね。僕の場合はやっぱりその現場ですかね。現場に行って寝坊しないで約束の時間に行ってきちっと約束をした表現をして作品に少しでも貢献できるように頑張るっていうことですかね。なんか今はそれをしない し続けないとやってる意味がないっていうのが自分の中で一番大きいかもしれないんで、こんな素敵なものはないです僕にはあんまり約束破られるのも嫌いだし、破るのももちろん好きじゃないんで、守れない約束はあんまり しない方ですね僕は、きっと。特に最近はしないですかね。約束しないってことじゃないですかアニメのアフレコに限らず自分のやった作品を見る時のように、全体を通して客観的に見れないんですよ絶対に。反省と自己嫌悪に陥ってからそれを忘れてまた改めて見るようにしてるんですよね。もう一回ちゃんと見た時に、また全然違う角度から、一アニメファンとして深海ファンとして見ようと思うんで、今はねそのさっきも言いましたけど、そういう反省点がたくさんで、今はまだ冷静に作品がこうなんで面白いですっていうことは、正直言いづらいっていうのですいません本当に。もうきっとこういう作品って、見る人が割とまずは決まってる人がたくさん見るのかなって僕のイメージで思うんですよね。でもあれなんですよね、僕の周りでの友達で楽しみにしてる人がこんなにたくさんいるんだっていうのを最近知ったんですよ。だから深海ファンってすげえいっぱいいるんですね、すいません本当いや身近にこんなにいるんだなっていうのを知って、大事にしようと思った気持ちみたいなものは絶対に強く持ち続けなければ人間って変われねえんだなっていう思いになったんですけど、それがポイントですかね。いつもやっている作品の映画よりもまた全く違う
作品なので、まあ、たくさんの人に見てもらいたいっていうのは本音です、はい、アニメーションという括りだけではない、うん、作品にはなってると思うし、僕ら世代の人が見るとですね、とっても気持ちがいいんですよね。本当はラブストーリーだったりするんでね、そういう恋人と見るのはいいかもしれないですね。そこら辺のくだらないラブストーリー見に行くよりかは、前評判がラブストーリーだったりするものよりかは、それがポイントかな。ある部分では究極のラブストーリーなんで。